7月21日木曜日の天気をお伝えします。明日は西から低気圧や前線が近づく影響で、西日本から次第に雨の範囲が広がってくる予想です。特に西日本の日本海側のエリアでは雨の降り方が強まる恐れがありますので注意をしてください。またこれまで降った雨の量が多くなっている九州南部、こちらは川の増水や土砂災害にも警戒をしてください。また東日本方面も次第に雨の降りやすい天気となりそうです。北日本を見ていきますと、こちらは晴れ以降のところ多くなっています。北海道を中心にこちらは晴れて、そして日差しの届く時間帯がありそうです。沖縄那覇についても夏空が続く予想となっています。そして明日の気温を見ていきますと、明日の朝は気温が下がらず熱帯夜となるところがあります。そして日中の最高気温も高く、福岡は33度、そして名古屋は32度となっています。昼夜問わず明日は気温が高く、また湿度も高い状況となりますので、熱中症に気をつけてください。なお最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。